This is Laugh and Music FM Osaka 85.1 FM Osaka みんなで作るラジオファンタスティックレディオ FM Osaka みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。こんばんは、ファンタスティックスパフォーマーのリーダーパフォーマーですです、うん、こんばんは、世界です。こんばんは、ファンタスティックスのメグザイトライブのパフォーマー坂本なつきです。今週のファナジもこの2人でお届けします。はい、あら、今日は世界観光で、はい、一度でいいから行ってみたい場所、はい、観光したい場所はどこですかという。おお、ね、僕ありますよ。ありますか？もう僕ずっと決まってるとこがあって。どこどこ？もう15年ぐらい昔から思ってるところがあって、ウユニ塩湖って知ってますか？おお、分かる分かる。絶対行きたいんですよ、あそこ。そうかね。ウユニ塩湖って場所どこなの？南米。それを知らんのかい？ボリビア。あ、ボリビアだ。どうやって行くんだろう、ボリビア。わかんない。南米っすよ。乗り継ぎ何回すんだろうね。めちゃくちゃ2回ぐらい時間かかりそうっすよね。かかるよ。でも多分それだけ20時間ぐらいかかるよ、多分行くのに。しんどいなけど、でもそれ以上の価値があると思うんですよね、見た瞬間の。絶対ある。やばくないですか？写真見るだけで僕は上がりますね。いいね、行きたいわ。中学校高校ぐらいの時にあの写真を拾ってきて待ち受け画面にしてましたね。意外とロマンチックだ。行きたすぎて。そういうことやりたい。ロマンチック。あれはもう行きたいですね。絶対。いいね。俺ね、ギリシャ行きたいんだよね。ギリシャも神殿見に行きたいんですよ。あとはマチュピチュ。ああ、マチュピチュ、うわ、行きたい。鳥肌立ちそうですね、リアルで見たら。そういうとこ行ってみたいな。あとエジプト。ああ、ピラミッドをね、生で見たことがないんですよ、まだ。ああ、僕もないですね。めっちゃ見てみたんだよね。超でかいもんね、あれ。あれもスフィンクスとかですか？そうそうそう。スフィンクスは意外とちっちゃいのよ。あ、そうなんですか？そう。でもピラミッドがやっぱりクソでかくて。あ、そんなでかいんですか？あの、マジで、マジででかいらしい、やっぱ、本当に。いつか、ファンタで、もしくは、プライベートで行けたら。いや、行きたいわ。本当に行きたい。もう海外行けてないもんね。行けてないですね。もう最後に行ったのが、グアム。そうだね、ファンタスティック9だな、俺。2、3年前っすよね、もう。そうだね。うわ、懐かしい。いつか行けたら、海外、ファンタでもいいし、プライベートでもいいですし。あとあれだ、エグザイルがデビュー日だ。おめでとうございます。そうだね、2022。すごい。僕は21分の8年とかなんで、あれですけど。あ、そうなんですね。まあでも、これから、ねえ、ずっと入れてきたら。すげえ、21年だって。やばいっすね。すげえな。ほぼケイトたちと一緒っすよ。そうだね、ほぼ。そう考えると長いっすね。30周年に向けて俺らもね、ファンタも頑張んないと。ファンタも10周年目指してね、頑張りましょう、ね、すぐ来るよ、10周年。すぐですね。意外とすぐ来るよ。まあ、そのためにもっとなんかでかいグループになってたらいいっすね。そうだね、はい、やりたいっすね。そんな今日のファンタジーは普通メールの回ということで、まったりとメールを紹介していきたいと思います。はい、ということで、僕たちファンタスティックスフロムエグザイトライブとファンタジスタのみんなで作るラジオ、ファンタスティックレディオ、今週もスタートです。 FM 大阪みんなで作るラジオ、ファンタスティックレディオ。さあ、それでは早速ファンタジスタの皆さんからいただいた普通メールをご紹介していきたいと思います。おい、いいですか？はい。ファンタジスタネーム、私もナッチです3。ファンタスティックスの皆さん、こんばんは。こんばんは。毎週ラジオ楽しく聞かせていただいてます。ありがとうございます。リスンファン、早速なのですが、夏子さんはお元気にしてますか？Are you happy? 実は夏子さんにお願いしたいことがあり、メールを送らせていただきました。お、私はここ数ヶ月休職をしていましたが、 お休み9月から復帰が決まり、やる気でみなぎっています。パワートゥーザパワー。ただ今までの傾向だとやる気が空回りしてしまうことが多く、頑張ることはできても力を抜くことが苦手です。抜く、そんな時にふと思い出したら、体の力を抜いて頑張れるような一言を夏子さんからいただきたいです。はい、沢夏くん。沢夏くんって言ってるじゃないですか。代理でも構いませんので。代理ってお伝えいただけないでしょうか。今年の夏はサマバイのおかげで
楽しく過ごすことができました、はい、これからもずっと応援していますというお便りが来ましたね。夏子さんに伝えてきますね。呼んできた方がいいですか。呼びますか。すいません、夏子さん。夏子さんいますか。すいません、夏子さん。カロンカロンカロン、夏子さん。はい、夏子です。いた、よかった。夏子さんちょうど探してて、なんか聞きましたよ、一言みたいな。あ、そうなんです。なんか、はい、このナッチさんっていう方が、はい、こうお仕事ちょっとなんかお休みしてたんですって、はいはいはい、でもなんか9月から復帰が決まりやる気がみなぎってるそうなんですけど、はい、ちょっと空回りしちゃうんですって、この人、はい、ちょっと空回りしないようにいい声に力を抜く一言が欲しいんですって。あ、なるほどね、はい、わかりました。いき、ま、なんかあります。一言でいいですね。夏子さんそういう時あります。もう私ないっす。そんなことないっす。私ないっすか。空回りとかもなく、はい、もうそんなことしないっす。へえー、はい、仕事やる気がある時はどんな感じですか、夏子さん。頑張っちゃうって感じです。あ、そうだ。じゃあすいません、あのなんか体の力を抜いて頑張れるような一言をいただいてもいいですか、ナッチさんに。すいません、わかりました。お願いします。ナッチ、あんた仕事のしすぎよ。恋人でも作って息抜きしなさい。バイバイ。ありがとう。ああ、行っちゃった。ああ、ああ、ああ、行っちゃいました。夏子さん来てた。ああ、サマナッツ、今夏子さん来てたよ。来てました。どこ行ってた？探してた。探してきました。来ました。来たよ、来たよ、来た。ああ、よかったよかった。じゃあ後でありがとうのラインしておきます。ああ、うん、ありがとう。なんかすごい。最近あれらしいっすね。ファンファンホップにも出てたらしいっすよ。あ、あれそうなの？なんか稽古と。いたいた。はい。バーに行ってたらしい。俺もなんかバーの、まあ俺じゃないんだけど、バーのバーに行ってたら。はい、セカオくんがバーに行ってたんだよ。友達の、はい、バーに行ってたらなんか夏子稽古とかなんかやりたりしてたよって言われて。あ、そうなんですか。そうそうそう、私軽い女じゃないわよって。あ、なんか言われたって言ってた。本当ですか。うん、でもなんかちょこちょこ噛んでたっていうのなんか結構シチュエーションが変わることは多かったらしくて。そう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 、なんかいろいろパニックっちゃってたなんかね、あのその土地土地のパニックになってたらしい、はい、もうなんか夏子だけめっちゃセリフ変わるのよって言ってましたそうらしいよ、なんかでも言ってた言ってた。あ、まあ、来れたならよかったです。夏子さんだったんだ、ね、はい。あ、そうなんだ。よかったよかったね。なんか大輝と付き合うことになったらしい、夏子さんは。そうっす、なんか運命的な出会いしちゃったらしい。したみたいよ、はい、楽しかったみたい。お姫様抱っこされて喜んでましたよ。わ、あれがそうだったんだ、ね、よかったよかったね。ナッチさんよかったですね。夏子さんありがとうございます。じゃあ続いて、あ、来た、さっきの舞台つながり、うん、ファンタジスタネーム世界さん大好き男子高校生。おい、我が家は妹と母がファンタが大好きで、いつの間にか僕もファンタが大好きになりました。なんだい。今回東京3公演を3人で関西から見に行きまして、うん、僕は世界さんファンで、ありがとう、たくさん世界さんからファンさんをもらい最高に楽しいライブでした。ライブ中に気づいたのですが、2幕のカクテルを順番に注文するくだりで、うん、世界さんが言っていたのはワンピースのゾロやサンジの技名ですよね。ワンピースファンの僕には分かりましたよ、うん、ということで、どうでしたか。そうか、ありがとう、言ってたよ。ずっとそうでしたよね、世界さん。うん、ワンピースのやつ言ったりフェイトのホーグドの言ったりしてたよ俺は。完全にもう俺とケイトはん、三人世界みたいな。そうだな、ディアブルジャンプとか、ディアブルジャンプとか言ってましたもんね。一応ちゃんとだから三時だから料理の、いやー、ね、確かに一応それに合わせたんだけどね。いやー、だからあれは気づくのは嬉しいですね。なかなかああいうのって意外と耳なんか流れてっちゃうじゃないですか。流れてっちゃうよ。そういうところでなんか細かいところで僕たち仕込むじゃないですか。いや、あれはね、そう、なんかできるだけ長い名前を言ってくれと。あ、ありましたね。俺たちさんには言われ、難しい名前、まあ、俺と大輝か。そうですね、レイヤーがオチだから、はい、そう言われてて、長い名前でもなんかもっと長いやつあるなと思って、最初もらったやつより。あ、はい、そう、もら大輝のやつはもらったやつをそのままずっと言ってて、つまんねえなと思ってたけどそうだ、もらったやつより長いやつで、なんかなおかつファンの人も耳なじみがあるやつがいいなと思ったんだよね。ワンピースだなと思って。ああ、そっから来たんですね。そう、だから言ってたよ。ありがとう。ありがとうございます、ね、世界さん大好き男子高校生ってラジオネームです。ちょっとワンピースの技見にすればいいのに、いろいろあると思うけど、自分の部屋の隠し場所だけはちゃんと守れよ
そうですね、そういうお年頃ですから。ちゃんと守れよ。妹もお母さんもいるそうなんで。妹ちゃんも聞いてたら勝手に部屋に入るんじゃないぞちゃんとノックしてから入るようにね。そうですよ、うん、勝手にお母さんも入っちゃダメですから、ね、そうだよ。トラブルみたいな展開は起きないからね男子高校生はピュアですから。それでは1曲お届けしましょう。ファンタスティックスフロムエグザイルトライブでフラワーソング。 FM 大阪からファンタスティックスフロムエグザイルトライブの世界と佐本那須木がお送りしています。みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、後半も引き続きフツメルをご紹介していきます。ディアブルジャンブル、はい来た来た。ということで、はい、ファンタジスタネーム春日部市の千尋さん、ファンタの皆さん、スタッフの皆さん、大きな声でこんばんは。こんばんは。はい、私は、母と一緒にファンタの皆さんを応援させていただいているのですが、最近その影響で父もファンタを応援し始めました。おお、嬉しい、すごい。そんなある日、ふるさとファンタやライブ DVD、ファンカジなどいろいろ鑑賞していた父がふと、娘を嫁に出すなら沢夏くんだなとつぶやきました。どんな目線でファンタを見てるんだと謎でしたが、理由を聞いてみると優しそうだし落ち着いているからとのこと、はい、ここでふと思ったのですが、皆さんに可愛い娘ができた時、ファンタメンバーの中で誰となら結婚を許しますか？逆に絶対結婚させたくないメンバーは誰ですが、もしもシリーズになってしまいますが、ぜひ教えてください。ちなみに私は沢夏くんファンなので、ぜひ嫁にもらってくださいという家族でそんな推してるんですね。ねーですって。お父さんそういう見方するんですね。なるほど、まあ、娘を嫁に出す。やっぱ娘のことを第一に考えてるいいお父さんですね。いや嬉しいですね。いいパパだ。ファンタメンバー誰と結婚を許すか。誰だろう。でも沢夏と堀夏だな。本当ですか。うん、なんでですか。安心できるじゃんやっぱ二人は。安心できますか。安心できるよ。ああ、嬉しい。堀夏はちょっとでも分かんないな最近分かんないですか。最近分かんないな。ずっとこういう質問の時堀夏推しだったけど、ちょっと最近分かんないな。意外と仕事忙しくなるとなんかほったらかしにしそうなタイプなるほどね、気がするな。家事やっといてって言いそう。言いそうっすねいや確かに大輝はもう論外だし、うわケイトもね論外だな。うん、無理でしょう多分、ね、ケイトダメっすダメっす ね。マネージャーさんもうなずいてるもんだってマネージャーさんも5回ぐらいうん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 ってやっぱ沢夏って長男だから、はい、だってもう大家族だし、はい、やっぱしっかりしてるからね一番。あーそうですね、メンバーの中で、真ん中でそうかもしれないです。優勢もソータも無理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 あってこと沢夏だな俺も。僕は正解したんですよ。俺はい、なんで同じです。他のメンバーじゃちょっと不安っすね消去法ね、はい、あるよね。正解さんはもう安心できるっすね。僕はやっぱ、はい、舞台裏楽屋とかでも、うん、皆さんに優しいんで、はい、うん、でも別になんかその家事やっといてとかは別にいいんじゃないかなと思いますけどね。ああ、嫁に出すとして考えたら、それ以外のことも なんかめっちゃしっかりやってくれそうだなっていう。そうだね、料理は全く作れないな全然いいですよ。ゴミ出しとかはできるけど、はい、ゴミ出しとかもうそういうなんだろう、自分できることちゃんとやってくれそうだな。そうだねそんな感じですかね。はい、はい、ファンタジスタネームゆいさん、先日のバトルオブ東京行ってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。エネルギッシュなパフォーマンスが本当にかっこよかったです。ファンと皆さんはジャケットを着てのパフォーマンスがありますが、ジャケットの動きまでかっこよかったです。衣装によって踊り方を変えたり意識してることはありますか、です。ありますか世界さん。あんま俺はないかな。あ、本当ですか。踊りやすい踊りづらいがあるぐらい。あーカッツコメショーみたいな。あ、それはもうそれぐらいかな。僕めちゃくちゃ意識しますね。あ、嘘。なんか踊っててこのジャケットこうしたらターン綺麗に見えるなとか。ああの振りの中で、ね、あ、そうですね、裾払い方とか結構気にしますね。へえ。バトル東京はそうですね、ジャケット。そうだよね、基本ファンタジャケット多いんで最近。多いよね、暑いのよ。あのドライブミーとか、うん、はめっちゃ意識して MV 撮ったりしてましたね。なんか僕そういう衣装よく着るんですよね。
ひらひら系多いよ。ひらひらついてる。わかる。のが多い。衣装さんってそういう話になるんですよね。うん。これサウナツどうみたいな。うん。踊る時どうみたいな。あ、これじゃこういう感じに見せたら面白くないですかみたいな話して決めます衣装。そうなんだ。はい。じゃあ結構もう衣装さんとマンツーで決めて。ああそうす なんかよく2パターンぐらい用意してくださるじゃないですか、うんうん、でこう見てあこのひらひら見せ方面白くないですかみたいな感じで僕決めますね。あなるほどね。だからそれは素敵だね。今回のサマバイのあの黄緑のジャケットも僕絶妙にちょっと長いんですよジャケットの丈が。そうだね。これじゃあ払ったら綺麗ですよねみたいな。あなるほどね。話してやってんだね。セカさんやってないですか。何もやってない。まあ、でもパンツとかのこだわりますよね。あパンツはこだわりは結構細いか太いか。あと靴、曲調と靴と。そうだね。上半身より下半身の方が気にするかもな。そうかもしれないです、うん、見てて思います。ストレッチ効くか効かないかが超重要だから。大事っすよねストレッチパンツは本当にそれが一番大事。パツパツだとなんか萎えますよね。疲れるしこう行かないじゃん可動域が、ね、自分の 100% を出せてない感じ。60ぐらいで止まっちゃう感じ。終わっちゃうからね。そうなんですよね。そういうのある。暑いかねやっぱ衣装。 BOT は特に燃えましたからね。 BOT やばい本当に。自然と上がっちゃいますもんね。うんうんうん。はい、じゃあファンタジストネームのさとみさん。さとみさん、ファンタスティックスの皆さんこんばんは。こんばんは。私はサウナツくんのダンスが大好きで、うん、暇さえあれば MV や DVD をリピートしながら見てます、はい、ファンタスティックスの皆さんは暇さえあればやりたくなってしまうことは何かありますかという質問があったんですけど。なんですか。ちょっと若干武田鉄矢さんみたいな暇さえあればなんかやりたくなることです。暇さえあれば、うん、暇さえあれば爪切りたくなりますね。あ、そう、あ、切ってんね、はい、爪切ってるわいつも僕ちょっと白いの出てきたらダメっす。あ、そういうのやってんね。やってんね。やってるよね本当。家でもメイク中でも切ったりしていますね。メイク中本当切ってるよね。今とかも深爪も深爪だもんねダメなんですよ。どうですか、ね、どうですか。今爪見せてますマネージャーさんに。オッケーオッケーってなんですか。深爪だよ。どうですか。あ深なんでオッケーもらってない。仕事なんかそういう仕事爪使う仕事してんのなんか。いや僕の爪あの爪の仕事に向いてないっす。爪の仕事って何もう四角いんですよ僕の爪。今すごい俺に爪を見せてきてるんだけどラジオじゃ伝わらない後でツイッターで写真見せてくだ見てください。独特な空気を醸し出して今日もこいつは。セガさん暇な時やりたいことありますか。やっちゃうこと。暇な時か暇な時か、うん、なんだろうな。でも僕は暇さえあればファンのこと考えるやっぱりそれになっちゃうな。ここでそういうやっぱりアピールゾーンじゃないですよ。ファンのこと考えながら課金する考えながら課金なんかやらしいっすよ。ありがとうございますチャリーンって。すぐフェイス ID チャリーンダブルクリック。たまに聞こえますもんあの電源ボタンカチカチってあやってんだなってやってるよ聞こえますね。ではねすぐやる。そういうことありますよね。でもそう本当に日常的な感じで世界さん課金してるんだなって。そうですね課金。まあそうですね暇さえあれば、うん、暇さえあれば課金。ちょっと心配ですけどね課金。まあゲームか。でもなんだろうこの業界の将来憂いてます僕は。暇さえあれば大丈夫かな。大事なことではありますけど、ね、大丈夫かなと思ってます、うん、です。切り開いていきましょうファンタジーということでそろそろお時間となりました。これからもたくさんのメール待ってます。はい待ってます。 FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。 FM 大阪からファンタスティックスロメグザイルトライブの世界と沢本夏樹がお届けしてきましたみんなで作るラジオファンタスティックレディオ。エンディングのお時間となりました。はいありがとうございました。ありがとうございましたねどうでした皆さん爪の感想は。爪の感想どしどし爪の感想をご応募待ってます。そんなにでも注目してほしくないポイントです爪か確かに超深爪だよねサワナツは。
爪でこんな盛り上がると思わなかったです。今この間の時間もスタッフさんと盛り上がってましたけどね。深うんそうだね。そうだ、ちょっと困ってるじゃないですか。いい例えが出なかった今。まあ皆さんも爪は切ってもらった方がいいですね。切りましょう。折れたら困るんで。どんな締めやねんこれ。まあいいや、ま、番組では、ファンタジスタの皆さんからのメールをお待ちしております。メールが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼント。そして番組にメールを送ってくださった方の中から抽選で5名の方にファンラジオリジナルマスキングテープをプレゼントします、はい、そしてファンタスティックスからのお知らせですが、はい、ニューシングルサマーバイクが発売中です。はい、ありがとうございます。 YouTube や SNS に関連動画だったり、はい、ミュージックビデオが上がってるのでぜひチェックしてください。お願いします。その他今後の予定に関して詳しくは EXILE TRIBE MOBILE の中にあるファンタスティックスのページをチェックしてください。ということで今夜はファンタスティックス from EXILE TRIBE で MVP を聴きながらお別れです。 FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、この時間のお相手はファンタスティックス from EXILE TRIBE のリーダーパフォーマー世界とパフォーマー沢本夏樹でした。バイバーイ。